さだいの鹿児島弁講座やった付き合ってくれてありがとう、今日の相方はこの方です。はい、奈良県出身、普段は関西弁を使っています、出世なぎさです。よろしくお願いします。関西弁出ないよね、頑張ってる。大丈夫ですかね、私時々、んっていうことなんですけどねまあまあそれはしょうがないとして、はい、はい、今日は鹿児島弁に親しんでもらいます。はい、わかんないこといっぱいある？いや、もうたくさんあります。あの、一応祖母は鹿児島出身なんですけど、単語がまだまだ覚えきれてないので、うん、ここで勉強したいと思います。今からでもすぐ使える、はい、単語を並べていきますからね。さあ、今日のワードはこちらでございます。まっぽし、まっぽしで、わかる？いや、わからないです。まっぽし、うん、なんかお酒の名前みたいな。なんだろうな、マッコリ、似てるなーって。全然違います。さあ、ピンときた方、来ない方、これを見ればあなたもきっと使えるようになります。それではやってみましょう。さなえさん、さなえさん、うん、なになに？台風が発生したみたいです。あー、天気予報やってたけどね。はい、え、発生して、はい、どんな感じ？なんか今週末ちょっとこっちに近づくみたいな予報もあるみたいで、ちょっと大変です。うん、鹿児島に？はい。まっぽし来るの？まっぽし。うん。え、台風が、はい、台風できたんでしょ？できました。鹿児島に、はい、まっぽし来るの？まっぽし。はい。こんな時使います。まっぽし、まっすぐ来るの？台風は鹿児島にまっすぐ来るの？え、直撃されちゃうの？どうしよう？そんな気持ちで今使ったんですね。なるほど。こう、どこにそのまっすぐ直撃するのって意味が隠されていたのか。あるあるある、まっすぐのま、確かにここは同じですね。ポシは何でしょうね。なんかこの辺がね、鹿児島も読めないよね、わかんないよね。響きがでもなんか可愛いですね。まっぽし、まっぽし、まっぽし、まっぽし来るのけとかね、使いますけ ど。じゃあちょっとまっぽし来るのを練習してみましょう。まっぽし来るの、まっぽし来るの、の使い方がねそっちですか。うん、多分ね、鹿児島弁のを使う人たちはうって思うかな。もう一回チャンスください、ね、はい、じゃあいきます。台風はまっぽし来るの、台風はまっぽし来るの。あー、なんか小骨がここに刺さった感じですけど、まあ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 、いいとこまで行きましたよ、はい、練習しようね。そうですね。皆さんももし台風の話題でまっすぐ来るのかな、え、直撃するの、そんな話題になったらこちら、まっぽし、まっぽし、これを使ってみてください。では最後にもう一回やりましょう、はい、せーの、まっぽし来るの、レッツトライ。